やっとさ、今日は2020年の令和2年11月24日火曜日になります。みおけんチャンネル、みおけんです。そしてレオウルトラマン、レオ君の番、レオ戦え、アノニマスです。はい、というわけで今日は何の日だ、食い物というか出汁ですな。鰹節の日です。今日は前もなかったっけ、別の鰹節だね、うん、今回は、愛媛県伊予市に本社を置き鰹節のトップメーカーの山木、また山木か日付は、11と24でいい節と合ってるっちゃってると読む語呂合わせからの使い方、上手な出汁の取り方をもっと多くの人に知ってもらいたいとの思いが込められていると。だから節だよ、24日でいいじゃん、毎月いい節なんで。いい節はいらない、いいはいらない。かつお節の切り削り実演販売や出汁の取り方教室などを実施すると。記念日は一般社団法人日本記念日協会に認定登録されております。というわけで今日11月24日誕生日の有名人、この人なんでタレント辞めちゃったのかな、山本太郎です。あ、山本太郎ね。なんで辞めちゃったんだろうな。まあまあ政治の方が儲かるし、まあ、身も蓋もない。まあね、芸能活動にそんな興味がなかったんじゃない。なかったのか。そうか、初めて見たのはバトルロワイヤルかな俺確か。なるほど、ね、映画の。僕は近代一少年の事件も。ああそっか、あその前に二人っ子があった。確か二人っ子でどっちかの婚約者じゃねえな、婚約者みたいなのをや確かやってたな。あと大河ドラマの新選組の、あまあやってたね、原田佐之助だ、うん、あの槍使う人で、うん、役、うん、大河とくっつけちゃったこの人というわけで今日11月24日誕生日の歴史上人物、バルフ・デスピノザ。なんとなく聞いたことある名前じゃないっていう人ですけど、スピノザ、うん、哲学者の人ですこの人、デカルトとかライプニッツと並ぶ17世紀近世の合理主義哲学と者として知られていると。まあ哲学体系の代表的な汎神論つの唱えてきて、後に出てくるカントとかヘーゲルとかのドイツ観念論とかマルクスとかそういう人たちのにすごい影響を与えた人でございますという人でございます。というわけで11月24日誕生日のアニメ漫画キャラクター、このキャラクター俺結構好きだったな、ガッチャマンクラウズから主人公の一ノ瀬はじめ、はじめちゃんですね。はじめてぐらいじゃない、最初から変態系主人公、変態系美少女って言われてるなんか好きだったなこの子。というわけで今日11月24日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた。